えっと、痴漢は犯罪で許されることではないです。しかし世の中には冤罪というものもあり、痴漢冤罪の被害に遭った方が過去に何人もいると聞いたことがあります。えー、私は毎日通勤電車乗るんですが、毎日の時にもし痴漢に間違えたらどうしようかと不安になります。 えー、そうならないために両手は釣り革を持ったり、常に上げてます。まあ、勢力さんが電車バスに乗った時に何もしないよもし示官に間違えたらどういった応しますかえっと、僕、必ず釣り革掴んでるか、両手で掴んでるか、携帯いじってるかなので、で、携帯いじってる場合、捕まった場合に携帯いじってましたよ。片手は携帯でもう一つ釣り革ですっていうので、あの、まあ見てるサイトだったりで、ログが残ったりするので、なので、あの、痴漢ですって言われた時でも、あの、証明できるような形で必ずするようにします。 なので、あの、両手で、そのなんか釣り皮掴む以外は電車乗らない方がいいんじゃないかなと思ってます。